大阪行き寝台特急トワイライトエクスモロです。札幌行きを時間通りに発車しております。車掌は JR 北海道函館行きの赤崎と松岡です。途中の青森行きまでご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。車掌は1号車や10号車に乗務しております。この席は沖縄の方だけがそれではこの先に止まりませんと到着時刻をご案内いたします。動画の時刻につきましては省略させていただきます。次は宇都宮線に止まります。続きまして苫小牧上り別東室蘭東屋東屋出ますと明朝ニースで4時33分長岡5時17分直江区6時25分富山8時1分高岡8時18分、金沢8時49分、福井9時54分、駿河10時36分、京都10時15分、新大阪10時47分、終着の大阪10時53分の到着。大阪まで約22時間の長いご旅行となりますが、北海道の自然な風景と日本海の雄大な眺めをどうぞごゆっくりお楽しみください。車の順序です。先頭車1号車ずつ9号車です。1号車、2号車と1号車、2号車は2人用 A 個室スイートルームと1人用 A 個室ロイヤルルームです。3号車、食堂車です。食堂車の引き出しは後ほど準備ができて係の方からご案内いたします。4号車サロンカーです。サロンカーにはカールーム、自動販売機、ビデオテレビのオーディオ設備がございます。どうぞご利用ください。シャワールームご利用客は食堂車3号車の方で販売しております。6分310円です。ビデオテレビにつきましては電波の関係上普通のテレビは流れませんのでご了承ください。なお浴衣姿の食堂車サロンカーはご利用くださるようお願いいたします。5号車6号車7号車は2人用 B 個室ツインルームと1人用 B 個室シングルツインルームです。なお7号車には自動販売機オーディオ設備のモデルのミニサロンがあります。どうぞご利用ください。8号車、9号車、新寝台、コンパートです。これから深夜のかけてのご旅行となりますので盗難防止のため少子特に現金は身につけてお休みください。火災防止のため全車両ベッド内は禁煙となっております。タバコは灰皿のところでお願いいたします。で5号車、8号車、食堂車、サロンカー、ミニサロン、トイレ、デッキとも禁煙となっております。ご協力お願いいたします。喫煙は9号車と個室の中となっておりますのでご協力お願いいたします。それではご案内をかねまして乗車券、寝台機の駅にお伺いいたします。なお個室ご利用客様、ただいまからお部屋の鍵とお部屋の説明に参りますが、個室が大変多いため時間がかかりますのでお部屋の方で待つようご協力をお願いいたします。で今日は寝台特急トワイライトエクスモをご覧いただきましてありがとうございます。次は南祖線に止まります。14時39分の到着です。あ、貨物だ。寝台列車だから夜まで朝の時。